たったの10秒でぽっこりお腹、反り腰が改善できる方法を紹介します。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回もやっていきましょう。本日の内容なんですけども、たったの10秒そして簡単にぽっこりお腹反り腰が改善できます。まずこのぽっこりお腹と反り腰の原因なんですけども、3つあります。骨盤が前傾している、腹圧がかかっていない、ドローインができていない、腰の筋肉が硬い、この3つが原因です。一般的には腹筋をしたらいいよとか、で寝っ転がって丸くなる、そして腰の筋肉を伸ばすといいよ、いろんな情報があります。ですがこの3つが改善できていないと反り腰ぽっこりお腹は改善できません。ですので腰の筋肉だけを伸ばしたらいいよっていう動画とかもありますが、できればこの3つを同時にできることがおすすめ。今回の10秒がぴったりです。自分が反り腰かどうかわからない方は、まず壁を使ってチェックをしてください。そして反り腰ではなくてお腹が出ているっていう方はですね、腹圧が弱いってことになりますんで、まあ、ドローインをやってください。では説明します。まず腰が反れているっていう方は、腰の筋肉がそもそも丸くなれないので、腰が引っ張り合ってしまって反ってしまう。反ることによってお腹全体が出てしまう。お腹の力が抜けてしまっている。骨盤が前傾している。この3つで反り腰になっています。これを改善する方法としては、まず腹圧をかけます。お腹をしっかりぐーっと押さえてください。お腹をしっかり引っ込めて息を吐き始めます。息を吐くことによってお腹をどんどん圧をかけていきます。その状態から前かがみになって腰に体重を乗して、ブラ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 と10秒間歩きます。上半身の力をしっかり抜く、そして手をこのように動かすことによって腰の筋肉が交互にしっかり伸ばされます。そして腹圧をかけることによって骨盤がしっかり後傾させれて前かがみになってますから、しっかり腰が伸ばされて、そのまま腹圧をかけたまま立ち上がることによって通常の姿勢をキープできます。一回やってみます。しっかりお腹を引っ込めて息を吐き始めたら前かがみになって歩いていきます。いきます。このまま息を吸うんですけど、腹圧をかけたままお腹を引っ込めたままゆっくり戻ってください。その状態がお腹が引っ込めれている状態、腹圧かけれている状態、腰が反れてない状態という風になります。たったの10秒、簡単ですよね。腰のストレッチ、または腹圧、骨盤の動かし方っていうのが一個一個意識できてないと難しいんですけども、今回のはその3つが簡単に意識できます。ですのでぜひね、下腹が出てる、お腹全体が出てる、腰が反れている、お尻がでっちりになっている、そういった方は今回の10秒間お腹を引っ込めて息を吐き続けるっていうことをやってみてもらえたらと思います。これを毎日10日間ぐらいやってみてください。たったの10秒です。そうすると骨盤を立てている感覚、腹圧をかけている感覚、腰が反れすぎてない感覚っていうのが分かってきてですね、正しい姿勢をキープすることができます。頑張った方、勉強だった方、よかったらグッドボタン、コメントよろしくお願いします。必ずこれはですね、こちらの壁を使ってチェックをして10日後にもう一度チェックをしてください。コメントお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。